はい、それは、まもなくですけども、選手の紹介を、したいと思います。一番車、白のユニフォームですね、斉藤選手、ただいまやるのは現役選手です。コメントですね、ところですけども、土前にブラッシュを出して、今日はちょっと太鼓あたりに、丸印ですね、推奨したいと思います。で2番車、小島選手、お父さんも、ここで育って、今、勝ったというのも、この影線のおかげで、レーサーになっております。3番選手、木村選手ですけども、後ほどヘルメットと、サックラットを、外したお顔を見てください。牛島君に似てますんでね、はい。で4番車、安藤選手、一見おとなしそうなんですけども、スタートしたら、シュラとかしますのでさばきを見てください。続いて5番車、勝又選手、過去は、デビューしてから、人の力は借りたことありません。もう己の勝負で今日も先行一本でいってくれると思います。6番車中、大塚選手です。最近ちょっと大怪我をしまして、ものすごく大苦労で、今回復活して、これがデビュー戦となってます。思い出にしてほしいと思います。で最後、奈良選手、野井選手です。もうマジアだったら師匠にここでしごかれてまして、今がアップということで、大雨とまた先行が見れるんじゃないかなというふうに思っております。それでは、時間となりましたので、スタートしたいと思います。ではお決まり通り、クリップバンドの外れのないようによろしくお願いいたします。じゃあ誘導員佐野さんよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。それでは、2015m 五種競走です。構えてスタート。はい、無事にスタートしました。本来ですね、仲間同士で、普段は組んでるんですけども、神奈川の花月園です。花月園の、所属の元、選手です。今川崎に所属しておりますけども、ただいまチームを組んでるのは、2番小島選手、6番大塚明選手、そして、7番野井選手、1番斉藤選手、3番木村選手、そして、その後の、3つ目のラインですね、5番の勝又選手、そして4番の安藤選手です。草がボロボロで、ね、見えないんですよ。見えない。ホーム来てから見えないです。見えない。あ、そうですね。周回やることね。はい。はい、残り3周です。はい。誘導員も順調に、結果に飛ばしております。なかなかいいペースです。さあ今、レースの方落ち着いております。周回言うのは忘れたんですけど、残り3周ですので聞こえてますでしょうか。さあ4人は、動きがあるのではないかと思います。さあ残り2周です。
バックで鐘が鳴りますけども、誘導員が徐々に上がっていきます。さあ皆さん後ろ警告しながら、はい、この B バックのセッチがもう上がっています。さあ中心の場所でしょうか。はい、さあ中心誘導員の横まで。さあ3日間と解説できません。はい、バックジャレです。Thank you.